皆さんこんにちは。北島三郎の付き人として芸能界に入り、後に演歌歌手としてデビューし、フィニッシュ校は CM の歌手の小金沢くんで一躍ブレイクした。小金沢昭二さんが1月11日に死去したことが15日報じられました。65歳でした。過去に逮捕されたことや破天荒な一面で何かと悪い印象がつきまとっていましたが、晩年は大病を患うなど病状が心配されていました。今回は小金沢昭二さんの半生を振り返りながら、最後に残した思いをご紹介していきます。所属レーベルのキングレコード公式サイトにて、小金沢昭二に関してのご報告として、小金沢昭二は体調不良により入退院を繰り返しておりましたが、2024年1月11日に呼吸不全のため神奈川県内の医療機関にて逝去いたしましたと記載され、皆様からの生前のご厚誼に深く感謝し、謹んでお知らせ申し上げますとし、通夜および告別式はご遺族の意向により近親者のみにて執り行いましたことご報告申し上げます。なおお別れの会などは未定ですと報じられました。小金沢昭二さんは1958年8月31日神奈川県大和市に生まれ、幼少期から空手を習っていた少年時代を生きていました。喧嘩っ早く気性の荒い性格だったようで、中学と高校時代は不良だったことは有名なエピソードで、実家が食堂を経営していることを名目に出前を手伝うために必要との理由で、16歳になってすぐにオートバイの免許を取り、暴走族関係の友人が多かったため自然とそちらに参加するようになったそうです。しかしその後レジェンド演歌歌手である北島三郎さんの付き人になり、下積み時代を経て1988年にお前探してね演歌歌手としてデビューしました。そんな小金沢昭二さんの名前を一躍世間に広めたのは、1992年8月1日から放送された高校用ヨード剤フィニッシュ講話の CM でした。 CM は渡辺敦史さんによるナレーションで、歌手の小金沢くんが使っているのはフィニッシュ講話と始まるというものでしたが、 CM では小金沢昭二さんのセリフは一切なく、曲も流れず、当時まだ無名だったということもあり、小金沢くんって誰と瞬く間に話題になりました。 CM のキャッチフレーズはその年の新語・流行語大賞で大衆部門銀賞を受賞しています。 CM がきっかけで知名度が上がった小金沢昭二さんは、その勢いのまま1992年に発売したシングル「お前だけ」で35万枚を売り上げるヒットを記録。さらに河合直子さんとデュエットしたシングル「ちょっとだけ秘密」もヒットし、演歌歌手としての地位を確立しました。他にも「ありがとう」「感謝」「北の三代目」などの代表曲を生み、演歌歌手生活30周年を超えて活動してきました。プライベートでは1992年9月に一般女性と結婚しており、息子は俳優やタレントとして活動している小金沢昌宏さんです。2014年6月に V シネマ兄弟挽歌でお二人は初共演を果たしています。不良時代を経て歌手で大成するなど、このように一見順風満帆に芸能生活を進めていた矢先、あることを告げられます。テレビ東京で放送されている主治医が見つかる診療所という番組に出演した際、ある病気が見つかったそうです。その番組内で小金沢昭二さんは肝臓がんの危険性があると言われ、食生活をチェックしてみると、昼食はコンサートスタッフが用意してくれた幕の内弁当でしたが、喉が命と言われる歌手のはずなのにタバコを吸っていたことが判明。また夕食はさっぱりとしたものが用意されていましたが、ほとんど手をつけず発泡酒を飲んでいたことも明かされ、健康的な食生活だとは言えない食生活で、特に飲酒量がひどく、1日に約3リットルにも及ぶお酒を飲むことなど、驚きの食生活が明らかとなり、体が悲鳴を上げている状態であると指摘されます。そして医師から小金沢昭二さんはアルコール性肝炎であることが通告されました。しかしそれ以降もお酒を摂取し続け、
厄介なことに、アルコールで自分の体と声を悪くしただけではなく、とんでもない過ちを犯し逮捕されることになります。2020年11月、小金沢昭二さんが酒気帯び運転の容疑で逮捕されたのです。酒を飲んだ状態で車を運転し事故を起こした小金沢昭二さん、11月28日正午過ぎに東京都杉並区の環状7号線を走っていたところ、前を走っていたトラックに追突。駆けつけた警察官が検査したところ、小金沢昭二さんから基準値を上回るアルコールが検出されたことで酒気帯び運転の容疑で逮捕となりました。幸いトラックの運転手には怪我はなかったようです。逮捕後、警察の取り調べに対し小金沢昭二さんは、午前中に酒を飲んだ、仮眠を取ったがアルコールが抜けなかったと酒を飲んだ事実を認めました。小金沢昭二さんが逮捕されたことでレギュラー番組や音楽番組への影響が多数出ました。小金沢昭二さんがレギュラー出演するラジオ番組小金沢くんの波乗り歌謡曲は11月29日に放送予定だった分を取りやめ、急遽別番組に差し替えを行っています。また出演予定だった BS 朝日人生歌がある取りやめとなり、生放送の出演はキャンセルとなりました。さらに出演予定だった BS テレ東演歌の花道も出演キャンセルとなり、各方面に影響を与えました。小金沢昭二さんの所属事務所は、関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたこと、世間をお騒がせしましたことにつきまして深くお詫び申し上げますと謝罪のコメントを発表しました。酒を飲んで車を運転しトラックと事故を起こしたとして酒気帯び運転の道交法違反で逮捕された小金沢昭二さん、その後の調査で不起訴処分となったことが明らかになりました。東京地検は逮捕送検した小金沢昭二さんを不起訴処分としました。お酒を飲んでそして事故まで起こしてしまった、令和の時代で決して許されないことのはずが、なぜ不起訴となったのか、その理由を明らかにしていません。そのためなぜ不起訴なのか不明なままですが、小金沢昭二さんは逮捕から2日後の30日午後3時半に警視庁湾岸署から釈放されました。小金沢昭二さんは報道陣が待ち受ける中、警視庁湾岸署から弁護士と共に姿を現しました。白いワイシャツ黒のスーツとネクタイといういでたちで、カメラの前に立つとマスクを取り、2秒ほどの短い一礼をして、本当に申し訳ございませんと謝罪しました。この時一礼の時間が短かったことを弁護士に注意され、再び8秒ほど頭を下げています。そして詰めかけた報道陣に対し、この度はいろいろご迷惑をかけて申し訳ありませんでしたと謝罪しました。小金沢昭二さんご本人から事故の状況を聞けると考えていた報道陣ですが、弁護士から本人の体調が悪く記憶も混乱しているため後日改めてコメントすると取材は拒否されています。小金沢昭二さんは頭を下げ謝罪の言葉を口にしてその場から立ち去りました。2020年11月28日に逮捕され、その後不起訴となり、11月30日に釈放された小金沢昭二さん、所属事務所からは当面の活動休止が発表されました。デビュー30周年を超えて演歌歌手界でもベテランの域に入っていた小金沢昭二さんですが、 CM でブレイクした以上の結果はなかなか振るわず、念願の NHK 紅白歌合戦出場も果たせていません。そのため小金沢昭二さんを知る人の中には、悩んでいたのではないか、酒に逃げたかったのではないかと心配する声も上がっています。実際に小金沢昭二さんは歌手就業以前から苦労の多い人生を送ってきているのです。付き人時代も大変だったけど、逆境という意味では歌謡学院に通いながら夜の世界で調理のバイトしていた頃ですかね、やさぐれて毎日酒飲んでは歌舞伎町で喧嘩してましたと過去のインタビューで明かしています。クラブの厨房で中華のオードブルや料理を作っていたんですけど、味がいいって人気で、歌手志望だったので1日2回お客様の前でマスターの弾き語りで歌を歌わせてもらって、
ママとマスターには本当によくしていただいてましたね、と下積み時代のエピソードも。しかし、ちょうどその頃実家の中華料理店が放火により全焼。小金沢昭二さんは長男としての責任を感じ、歌手の道を諦めて支店のラーメン店で働いていたこともあります。このように小金沢昭二さんはお酒に逃げ続けた困難の多い人生を送ってきました。小金沢昭二さんの仕事は近年レギュラーラジオ番組小金沢くんの波乗り歌謡曲や演歌を中心とした音楽番組に出演して活躍していました。しかし2021年7月28日には演歌歌手の小金沢昭二さんが経営する芸能プロダクションジャパンドリームエンターテイメント株式会社が破産したことが分かりました。7月末までに事務所も閉鎖。同社は2014年に北島音楽事務所からのれん分けする形で設立していました。もともとコロナ禍で通常の活動が難しくなっていたところに、小金沢昭二さんは酒を飲んだ状態で自動車事故を起こし、酒気帯び運転による道交法違反で逮捕されたことを受け、芸能活動を自粛。それ以来表立った芸能活動ができないまま、事務所の経営状態が悪化し、経営を維持することが困難となってしまったようです。還暦まであと5年、もう一踏ん張りしたいと小金沢昭二さんは意気込んでいましたが、東京商工リサーチによると同社の負債は約2500万円、イベントの企画などを手掛けていた関連会社が約3700万円で、負債総額計約6200万円に上ったそう。この事務所には息子の正弘さんも所属していたので、晩年の活動にも大きく影響が出てしまいました。不起訴処分になったとはいえ、酒気帯び運転で逮捕されたのは事実。再起を誓っていましたが、表立った芸能活動ができないままその人生に幕を下ろしてしまいました。死因は慢性呼吸困難だったとのことで、やはりお酒や喫煙を控えることができなかったことが原因とみられています。人生の全盛期に目一杯の欲を体に注ぎ、そしてその欲に歯止めを効かせることもできず、晩年は飲酒事故を起こしてしまう。反省を公の場で改めて行うことも、本人は希望していたことはファンからの口コミを見ていくと、そういった復活で謝罪と反省を改めてしていきたいといった気持ちがあったとのことでした。しかしそれらは叶うことはありませんでした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。